こんにちは。雨なんです。今日はカメラが濡れないようにしないとね、手が触れない。傘とカメラで手が埋まっております。今日はセレッソ大阪にやってきました。来たかったんですよ私。ここなんて言ったってピンクが好きですから、やっと来れました、セレッソホーム。ちょっとあの桜ピンク一色の世界を生で見たかったですね。嬉しい、来れて。今日はセレッソ大阪 VS 鹿島アントラーズ、このあれですね、今日は J リーグですけど、セレッソとセレッソホームの鹿島戦というのはなんと2週間前4月13日にやったばっかりなんですね。その日はセレッソ1鹿島3、鹿島が勝ってました。淀港桜スタジアム、シャープなんだ。桜スタジアムっていう名前がやっぱ素敵ですよね、日本っぽいし。でも桜よりはだいぶ鮮やかなピンクですけどね。まもなく見えてきましたスタジアム。じゃじゃーん、おっきい、すごく大きい、迫力が大きい。うわうわ、雨がまた強くなってきた。すごい、雨の音うるさいかも、ごめんなさい。大阪市はセレッソ大阪を応援しています。ガンバは応援してないですか？ヤンマースタジアム。え、あれですか？昔 CM にあったなんとかなんとかって言ってて、君と僕とでヤンマーだってやつですか？え、あれのヤンマーさん？うわ、下から見ても遠くから見てもかっこいい。なんか日本のスタジアムじゃない大きさみたい。私が好きな新井選手だ。新井選手はまだ J リーグ2年目だからあんまり出てないんですけど、足めちゃめちゃ速いんですよね。彼のこれからのスピーディーな活躍に期待。あれ、私ちょっと気づいちゃったんですけど、ここじゃなくない？閉まってるもんね。ヨーだよね、ヨドコスタジアムだよね、ヤーマースタジアムって。へーって思ってたらね、ヨドコスタジアムってこっちじゃないか、桜スタジアムこっちでしたよ皆さん。え、じゃあこれは何のあれなの？大きな会場だよ、こっちでした。正解はなんだ、ややこしいもの作ってこんなにピンクでアピールしてるじゃないか。すいません、こっちでした、ヨドコスタジアム。こんなにピンク間違っちゃった。あ、ねえ、ピンクのグッズがいっぱい売ってる。カッパピンクがいいな。わ、清武選手こんにちは。松田陸選手こんにちは。私の好きな選手、松田陸選手、右のサイドバー。清武さんは清武さんさんつけたくなる感じですよね。お、早速じゃあグッズショップを見つけたので。え、可愛くないですかこのカッパ。ピンクだ、桜だ。タオルを見つけてこようと思います。お、プーマもピンクだ、可愛い。あ、これいいですね、首に巻くやつ、あの移動時。え、かわいい。見て、桜がついてる、ほっぺたに。見えますか？ほっぺたに桜ついてるこの子、かわいい。あ、これ
小学校の時に使うノリ違うみたいな薬用動物クリーム。かわいい子供の子、子供のグッズもかわいいですね。わ、初めて見た。お祝い袋もあるんですね。いいですね。ピンクってあれなんですよ、見てるだけで人のハッピー度が上がるんです。だから部屋をピンクにするといいって聞きます。これはあれですね、熱伝導でアイスが食べやすくなるやつ。タオルを買いましょう。これですね。お、ゆうたけ選手のタオルもございます。これでしょう。かわいいね、ピンク。これをゲットしたいと思います。パン、じゃん、タオルゲット。エンブレムが大きくてかわいいですね。ピンク、ピンクを見たらみんな幸せになれるよ。じゃん、意外とスタブロがたくさんあります。今日は何にしようかな。こっちにも可愛いピンクの立派なお店がありました。あ、バスあった。お、さあ、か、セレッソ、プーマなんですね。セレッソはバスも可愛いし、この柵もピンク。あ、いるだけで幸せな気分になる。かわいいピンク。中に入りました。いやー、すごい雨風で皆さん大変です。すごいスタブルがいっぱいあって、あ、嬉しい。私の大好きなタイ料理がある。タイ料理がちゃんと併設されてるのって珍しくないですか。ワゴンとかではあるけど嬉しい。ここめちゃめちゃ並んでる。何？エースダイニング一番並んでるお店だ。タイ料理美味しい。このお肉めちゃめちゃ美味しかった。タイ料理いただいております。パッタイとのセット。ということで、この色ぴったりじゃないですか。なん、ちゃんとこのピンクできました。イエイ、来ました、ヨロコスタジアム。え、これ見れますか、このしぶき。こんなに雨がふぶいてます。わー、でもこれ見たかったんだ。ピンク一色のかわいいですね。お、鹿島さん、レネ監督がなんかのニュースの記事で言ってたんですけど、今日4月29日のセレッソ大阪戦は歴史的な一戦らしくて、1993年5月16日の J リーグ開幕戦から数えてリーグ通算1000試合目。1000試合目ってすごいですね。なんか北海道の時も100勝目みたいなのあったけど、もうそれを優に超えて93年の開幕戦から1000試合目だそうです。で、これを勝つと勝ち点1差の川崎を超えて首位に、また首位に鹿島が上がるんですよね。カッパ装着。今日は選手の方とみんなと一緒に濡れながら行きます。お、鹿島の選手が待ってね。わー、もうボールの水しぶきがすごい、びしょびしょになりながらピッチに出てきました。今日
すごい近い、嬉しい、久しぶりにこんな近い席、もう手が届いちゃいます。だってお水、給水そこにありますよ。すごい。そして私気づいちゃったんですけど、このスタジアム、ホーム側には何があるじゃないですか。アウェイ、なんか屋根がない。厳しいですね。屋根がないけど熱い応援をしている鹿島アントラーズのサポーターの皆さん、献身的なっていう言葉がよく出てきて、でも献身的なサッカーって、サッカーがあったけど献身的なっていう意味を私調べたんですよ。ちょっと待ってください。献身的なだけの言葉の意味は、自分の身命、利益を犠牲にするほど一心にある人や物事に力を尽くす様子って書いてあるんですよね。で、献身的なサッカーってなるとどういうことだろうってさらに調べてったら、自分の体力や感情、ポジション、役割に左右されるチームのために積極的に守備をすること、長い距離を走っての守備や間、間合いを詰めての激しい守備に対して使われることが多いですっていうらしいです。なんかよく聞く言葉だけど、改めて質問されると分かんない言葉って多くないですか。知ってました。知ってるか、みんなサッカー好きだもんね、ということらしいです。だからセレッソさんのサッカーは献身的な、そういう犠牲を払ってのサッカーというか、体力も感情も全部そんな捨てて、チームのために全員全力でやるっていう感じなんですかね。あとあれらしいんですよ、セレッソの監督すごくて、セレッソの監督はもともとあれ、アルバイトの登録、アルバイト契約から監督さんに上がった方らしくて、コーチとかから。1998年からセレッソに関わってるということで、すごい生粋のセレッソ監督ですね。シンジさん見つけたのも小菊監督らしいです。生粋のセレッソ監督のもと、どんなサッカーが行われるのか楽しみですね。もしかして今まで行った中で一番近いんじゃないかな。だって下手したらぐらいですよね、普段のリーグじゃない、普段のスタジアムの席、この中選手かな、目線も一緒だし、ボールって絶対飛んでくる。水がびしょびしょの芝生だとボールってどんな感じになるんですかね。やっぱ真ん中選手か、近触れる距離にいるかのようですね。でも雨が今ちょっと上がってきたんですよ。この芝生は乾かないからやりづらいのかな。雨がほぼほぼ止みました。
ゲストはあれですね、ムツキ選手と山田選手のツートップが今日も健在なので、そこもチェックポイントですね。すごい息ぴったりの2人ですよね。やっぱチームワークって大事だな。チームワークといえば、まあ、全試合はまだ私見に行ってないんですけど、今年2月18日からいろいろ回った中で、まあ、ダゾーンだとちょっと感じないんですけど、生で近くで見た感想としては、鹿島さんが、鹿島アントラーズさんが全体的なチームワークがすごく一番いいんじゃないかって私が思ってたチームさんです。なんか生で見るとそれが伝わるんですよね。なんとなく体から目線から。今日もだから楽しみですね。すごい、こんな近くでウォーミングアップ。わー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 、すごすぎる。なんかだいぶ柔らかな曲なんですね。あそこに歌詞が出るんだ。看板かと思ったら文字が変わってる。すごい、なんか心がリラックスする、リラックスする曲ですね。あえて。まもなく選手の入場です。セレッソのホームでは鹿島は9連勝中ですからね。でも今日もしセレッソが勝てば上位層に入り込めますからね。上位層の戦いに絶対勝ちたい試合だと思います。前半はですね、セレッソ0、鹿島2、鹿島アントラーズがリードしております。今回の前半は開始3分かな、開始3分にもセレッソの決定機から始まって、何回もシュートの打ち合いしてましたけど、3分でセレッソおーって決定機があった次の5分に、鹿島アントラーズが先制してました。松村選手が、シュートしたのを外れて跳ね返ってきたのを鈴木優馬選手が見事に落ち着いてきちんと狙って入れてました。松村選手が入れた時にこうまい具合にヒューってヒューって安西選手がなんか道開けてコースしっかり作ってあげていた感じの印象でした。もうなんだろう、前半全体通してすごいスピーディーな
なんかだらつくとこが一個もないような打ち合いしてました。結構どちらも決定機あったと思うんですけど、こうセレッソも蹴って、あ、入ると思ったらがっつりフォンスンテ選手が取ってたり、固いキーパーしてました。それから13分ぐらいで、今度はですね、なんと初先発初ゴール、松村選手が、初ゴールを決めてました。おめでとうございます。もう松村選手はあれですよね、若手3年もだけど、なんかもう貫禄あるというか、かなりいつも落ち着いて後半から入ってくるイメージでしたけど、今日は先発入ってて初ゴールも決めてすごいですね。もうでもゴールに限らず、今日は鈴木優真選手とのタッグがすごい決まってて、かなり走ってスプリットして活躍してた印象がありました。あとはやっぱり私の推しのセレッソ側でいうと、松田力選手も反対側だったんですけど、もうぐいぐいいろんな選手抜いて前に走っていく選手いるなと思ったら松田選手だったり、やっぱり力ありますよね。鹿島の方は、あとは木口選手かな、毎度素晴らしい中盤でカットしたり繋いだり、間ですごく潤滑剤になっている樋口選手。でもなんか今日はやっぱり鈴木優真選手めちゃめちゃサイド行ったりボランチ行ったり、前でシュートも決めるしアシストも決めるし、松村選手のシュートは優真選手がアシストでしたよね。これ今日やっぱキャプテンマークつけてたし、1000回目 J リーグ1000回目の試合だし、とてもいつもより気合入ってたんじゃないでしょうか。ボール保持率っていうんですか、ボールは結構セレッソが持ってたイメージだったんですけど、決めきるときに確実に決めきる勝負強さが出た鹿島さんだったイメージ。いやでも全然セレッソも負けず劣らずで、やっぱり清武選手もすごい繊細な、なんていうんですか、タッチ、繊細なタッチとか繊細な技術繰り出してくるし、結構清武選手がボール持ってブワって走ると周りで黄色い歓声が上がったりしてました。雨はねピタッと止んだんですよ、始まったら。でもやっぱり芝生がすごい濡れてるのか、スライディングするとすごい綺麗に水しぶきパーって上がって、スライディングはあれですかね、雨の方が体痛くなくてやりやすいんですかね。結構みんな滑ってるイメージでした。ただそのスライディング滑りじゃなくて、こうスルって滑っちゃうのがちょっと危なくて、怪我しない、誰も怪我しないで最後までいけるといいなという、はい、前半の印象でした。どちらもすごく勢いがあるので、2対0ですけど、まだまだ後半も読めない試合なのでとても楽しみです。では後半にドン。試合が終わりました。今選手の皆さんが挨拶に回ってくれてます。派手じゃないこのキャラクター、この女の子、お母さんなの、あ、
大阪のおばちゃんスタイル？ユニークですね、セレーサさん。試合が終了しました。結果は、セレッソ0、鹿島が追加点を入れて3、0対3で鹿島の勝ち。記念すべき、リーグ、J リーグ通算1000試合目の記念すべきメモリアル試合に勝利しました。さすが、本当に勝負強い鹿島さん。だって後半私こっち側にいたんですけど、こっち側って難しい、こっち側にいたんですよけど、前半は結構まばらにこう右左いてくれたのに、後半になったらほとんどずっとあのセレッソ側のゴール区域から動かなくて、ずっとセレッソのゴール側にいて、全然こっち来ないみたいな、完全に体右向いて見てたんですけど、決定機もだからセレッソさんとても多くて、後半はセレッソペースだって思ってたら、いつの間にかキュンって一瞬こっちに来た時に、一回なんか誰かの決定機が一瞬あったんですよね。で後半の後半、ちょっとこっちに来始めたなと思って、で何人か選手の交代がありました。ほんであれです、アディショナルタイム4分、アディショナルタイム中に交代で入ってきた海輝選手、アルトゥル海輝選手がアディショナルタイム中に追加点を、とても冷静に樋口選手からのクロスがポンっていいアシストが入って、それを自分で一回置いて確実に落ち着いてゴールを決めてました。海輝選手前回も入れてましたからね。すごい、これが鹿島の勝負強いというあれなのですかね。いや、とにかくメモリアル試合に勝利おめでとうございます。ということで、これに勝った鹿島は勝ち点3だから、川崎を抜いて首位に。すごい、すごいですね。今日はちょっと綾瀬選手は、上田綺世選手はちょっと合わなかったのかな、あんまり今日は出番がなさそうな感じであったんですけど、いやすごかった。でもセレッソも最後の最後まで点が入りそうな雰囲気があったりで、とてもスピーディーで力強くて楽しい試合でした。誰も怪我してはなくない。一回なんか膝の裏痛そうにして下がっちゃったんだ、鹿島の選手。なんか大きな怪我、V の選手か、大きな怪我じゃないといいんですけど。すっかり雨も上がって寒いですけど、今日も素敵な試合ありがとうございました。ここからどっちのチームも中3日とかで連戦がゴールデンウィーク続いていくので、また見に行きたいと思います。セレッソハッピーピンクいただきました。